んにちは。昨年始めたプロジェクト、テフテフは蝶々の子表現から名付けました。和の感性を通して自分なりの調和の道を見つけるきっかけとなる物語をお届けします。第1弾として私の大好きな発酵と野菜を取り入れたテフテフフードボックスを作りました。今回はイートリップ主催、料理人の野村ゆりさんをお迎えしてテフテフフードボックスに入っている食材でクッキングします。ぜひ里山里海の恵みをご堪能ください。こんにちは。今回はですね、料理人の野村ゆりさんをお迎えして、YouTube を進行させていただきたいんですけれども、私は実は野村さん結構共通の友達がいたりしてずっとでインタビューとか見てたりしてて、個人的にすごいお会いしたかったので、ありがとう。今日お時間作ってくれて、しかもすごい素敵なアトリエで、ありがとうございます。はい、こちらこそ。今回は食、毎日みんながいただく食を通して発酵とあと野菜っていうのをテーマに、でれーんといったボックスを作ったんですけれども、いろんなこう日本の中トラベルしてる時に、私も今まで知らなかった、名前も聞いたことないし、どんな味がするんだろうっていう食材がすごいあるなと思って、うん、道の駅とか大好きで、うん、そういうところに置いてあるけど、なんか買うのちょっとどうだろうっていう感じのものをあえて入れ込んじゃった一品なんですけど、卵巣を塩と麹でつけて、うん、で2年以上発酵させることで毒性を持った卵巣が毒がなくなるっていう食材にびっくりして、お母さんおばあちゃんその代からいっぱい実験してきて、うん、多分フグ食べて命を落とした人もいて、うん、でもそれしか取れないから、うん、どうやってもったいなく食べようかって言って生まれたのが、うん、多分魚醤だったりもするだろうし、うん、でそれがいろんな、ね、イタリアとコートルーだってあるし、うん、本当に、うん、ありがとうってこのイシルもイワシとイカをこう保存するためにつけておいてるんですよね、うん、自然塩だっけな。それで浮いた液体、すごい味が濃いから、うん、ちょっとだけパスタソースとかに入れたりとかして使ってます、うん、で、まあね、食事生活を支えてきたお味噌、赤ぶどう酢で、これなんか女性の方が一つ一つハンドメイドで作ってるんですけど、うん、美味しかった。有機大豆を使った納豆で、小粒なんですけど、うん、結構こうふっくらしてて粘り気があって、結構100回かき混ぜる時間ないけど、うん、85回ぐらいかき混ぜてはい、っていう感じですね、はい、あとはカラフルなお野菜たちなんですけれども、田農園さんっていうタカさんは赤土とかいろいろブレンドして自分のオリジナルの土を作って有機野菜を作って買って、野菜においては節ごとに変わるので旬な野菜が入ってて、で前回は雪下野菜、根菜をたっぷり入れて、こんな感じで。よく行ったことありますか？あります。レストランとか行っても器から食材から、あと今ワインも全部ここの地域で作れちゃうんだって、自足できるんだっていうのがすごい能登のインプレッションでしたね。その地震が来た時に、うん、2011年の時、流通がストップすると何にも生活私たちできないんだって、うん、全部頼ってたと思って、私何ができるんだろうっていうのが、うん、本当の意味で一番考えたきっかけになったんですけど、うん、私もそうなんですけど、ボックスをね受け取った側がちょっとずつ自分でもなんかこれ作ってみようとか、うん、なんかそういうきっかけがあればいいなと思うのと、そうボックスって実は選べないじゃない、こっちで、うん、何が来るか分かんないんだけれど、うん、だからこそ今まで手を出さなかったものに触れられるとか、うん、なんかいろんな発見にもつながるから、うんうん、私はすごく好きで、ただ今回お題が全部使ってくださいって言われて、すいません、すごいプレゼンだったらできるかなと思ってて、こうやって日本のそこの地域に根ざした調味料なわけじゃない、はい、
旨味がある塩としてこの塩分が強いこの辺が全部使えるって考えると、うん、とっても奥行きが深いその旨味の料理ができるって考え、まあ、贅沢なんだけど、はい、箱でした。ありがとうございます。本当に。では早速レシピお願いします。はい、じゃあ早速ちょっと、はい、イリさん考案のレシピを全部入れる、全部入れる、全部入りでお願いします。この紫大根は塩にしてあの水をちょっと絞って食感を残したいなと思って、でこのカブとかは少し火を入れた方が甘くて美味しいかなと思ったのでさいの目にして、こっちはちょっと炒めようかなと。で味付けはこの汁と少し甘酸っぱさで、私お醤油とバルサミコ合わせるのすごい好きで、ちょっとあの前にもいけるし洋にもいけるし、うん、これはそう、あそう、それでそれで緑はさっとこう色通すと色味がすごい鮮やかになるから、はい、最後に細かく切ったのをさっと炒めたらいいかなと。わかりました。じゃあ細かく細かく細かく、ね、細かく細かく、ね、緊張するね。リさんの隣だけ本当かな。ちょっとじゃあ塩を使わないで料理をします。あ、お願いします。物を大事にするって単純に大事にするのがいいっていうより大事にしたくなるものばっかりの方がいいなと思ってて、うんうん、おばあちゃんがこんなに大事にしてたものを私もいつか使いたいなとか、うん、そう、のそこにねこれを混ぜて炒めてほしいんですけど、中火ぐらいで、ちょっと多すぎた、もしやりにくかったら、本当多い分には、あ、そうあの塩漬け、塩漬け、うん、もみもみして、で最後の方に食感残すと、ね、そうカット、わ、綺麗、ちょっと待って、私入れすぎたね、ちょっと中身でも綺麗だね。胡椒、胡椒、あ、胡椒をちょっと少々、ちょっと山椒が入って、山椒と胡椒をミックスすると美味しい。試してみよう、うん、いいんじゃないかしら。いいですか、はい、もうこんなもんで、はい、めっちゃカラフル。あ、納豆入れてない。あ、でも納豆は後からでも絶対美味しいと思います。ほら、石川県産の有機納豆なんですけれども、そう、じゃあ納豆バージョンのチャーハンも作りますか、うん、はい、そう、作り手さんのインフォメーションとかも全部ね、どうやって作られてるかとかも書いてあるんですよね。私これね、お肉と一緒に先に炒めると美味しいとは思うんだけど、火をかけた方があの粘りが取れてくるからすごく、うん、パラパラ、ちょっとそれが苦手な人も食べやすいとは思う、うんうんうん、でもなんか石で使うと魚介のなんか旨味、うん、すごいですよね、うん、何でも入れたらなんかグッとコクが出るなと思って、いい香り、たらー、できた、小食気味だけど、バターにお味噌と、そう、を混ぜただけ、アーモンドとかくるみとかドコマとかを、はい、上にパラパラっとしてちょっとオーブンでさっと焼きます。ちょっと焼き芋には火が入るのに時間かかるので沸かしました。オーブン何分ぐらい入れたらいい感じになるでしょう。200度でちょっと焦げ目がつけるぐらい、元気が出ちゃいそう。
ありがとうございます。じゃあちょっと早速、はい、納豆チャーハンと、はい、入れ忘れちゃったチャーハン、まあ、なしでも楽しめるし、ありでも楽しめる。とあと焼きバター味噌ナッツでございます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日。いただきます。バランスがとってもいいですね。いろんな食感と、うんうん、浅漬けとか、うん、あとお漬物とかも刻んで入れると味も食感も美味しいなと思ってよく作るんだけど、うん、じゃあお手手でいっちゃいますね、うんうん、これも柚子もかかってますか。あ、最後レモンの皮ちょっと、あ、レモンの皮、うんうん、このチーズみたいな、なんか、ね、でもこう発酵、発酵と発酵は絶対合うのよね。うん、うん、うん、もう甘くて、うん、レモンの爽やかさあります。だからお塩でこう保存というかこう、うん、何、発酵はさせてるけれども生まれ変わるというか、また姿を変えて発酵を通して、うん、でもなんか微生物のそのアンサンブルが繰り出す、ね、不思議なもんですね。体の中にいろんな菌さんを外から入れて、うん、中にも増やせば、うん、きっとね強い、うんうん、私本当に美味しい土見つけると、うん、土付きで食べたくなるわけ。あんまり洗わないって思っちゃう、うんうん、今回もだからこれ、うん、土付きで、うん、入ってるんですけど、うん、だからダイレクトにいろいろ伝わってきていいなって思うから、うん、土付きは嬉しいですね、うん、このテフテフフードボックス第1弾なんですけれども、こちらはテフテフラボ .com とインスタグラムに行って食材のストーリーだったりとか、シェフの考案していただいた家でできる調理の仕方のレシピとか載っているので、うん、ぜひチェックしてみてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you for watching. Bye bye.